これは、ああ、また夢か。何がどうなってるのか、やっぱりわからな。僕は一体。スマホでやると、読み込みに時間かかるにゃから、いきなり戦闘シーンから始めるにゃ。あれ、ねえ猫のおじじゃなかった。お兄さん。にゃ。美脚のお兄さんはどうしたの？ヤクトは今別行動にゃ。そんなことも忘れたのかにゃ。猛獣がおう。え、僕顔だよ。また寝ぼけてるにゃーか。その姿、どう見ても幻の猫。ガオウそのものにゃ。いつの間にこんな姿になったの僕。ナック、まだ目覚めたてだから、無理ないにゃ。しかし、素晴らしい。さすがにゃーが煮込んだだけのことあるにゃ。そ、そうなんすか。そうにゃ。ガオなんてにゃーが外にしっとりだかにゃて。ひっこもりの寂しがり屋の臆病者にゃ。特別っすね。さあ今回は豪華な顔ぶれにゃ。レベル20だけど。初めて見る猫ばかりだね。やっぱり寝ぼけてるにゃ。ガオ。いやガオウ。お前はこれでも猫の王の端くれにゃ。準備ができ次第出て、キリキリ働いてもらうにゃ。おじじゃなくってお兄さん。にゃんにゃ。美脚のお兄さんがいないとやりたい放題だね。にゃっはっはっは。あの子うるさい二枚目野郎がいなきゃにゃーの喧嘩にゃ。器小さいよね。あいつのことかにゃ。お兄さんがだよ。にゃー。この野郎、いくら王として言っていいことと、悪いことがあるにゃ。僕が思うに、間違ってないと思うよ。そ、どうすか。何を言うか。これでこの愛くるしにゃーの姿が光り輝き、にゃんこファンの心をわしづかみにゃ。でも無条件って誰でも持ってるんだよね。最初からいてずんずんしっすね。ほほう。にゃーがどれだけすごいか。だにゃーか。確か美脚のお兄さんがいるところの。75円のボールっす。おいお前。寒さに震えていたところを拾ってやった。にゃーの意を忘れたかにゃ。でも美脚の兄貴の話だと。お前は歌声の才能はともかく、猫野郎の10倍分活躍した方が、期待しているぞ。データっす。おのれあの野郎、今度会ったらこの剛腕で。で、喧嘩は良くないよ。噛みついてやるにゃ。腕は使わないの。こんなもの飾りにゃ、偉いにゃーがいるんだから間違いない。じゃあ邪魔なんで、取ってしまいますか。か、飾りじゃないの横の腕は。だったら大事にしようよ。さすがのお前もここじゃすぐにやられるにゃーね。うっす、頑張るっす。さてハイキックで動きを鈍くしてるにゃーが、ギリギリ全身を許してないくらいと思わないと危ないにゃ。ここはにゃーが。そうだね。団長なんだから前に出てみんなの盾にならないとね。美脚みたいなこと言うにゃ。だいたい今はにゃーは団長じゃないにゃ。何があったの？みんなであちこち行ってきて集めた猫缶を運用したっす。それでけじめとして壁役になってもらってるっす。そんなことしたの？で、別に悪いことばかりじゃにゃーにゃ。人戦力を導入してこうして戦いを無理に進めてるにゃーよ。急がば回れにゃ。せっかくレジェンド回って集めたのに減ってしまったんっす。にゃんこの種類が増えないと達成報酬が上がらないにゃ。いつまでもレベル20じゃきついにゃ。で、作戦は成功しそうなの？レジェンドを回ると経験値がベラボーに入るにゃ。それでコストの低い役を入選して育てていけば達成報酬もたまり、うまく使えば達成報酬を受け取って統率力も回復。猫缶30個と比較しても悪くない話にゃ。でも無用なんだよね。軍団の死活問題に関わる。反対っす。己は過剰どもね。バルキリーさん倒したよ。これでお宝手に入ればいいんすけど。無視するなぁ。じゃあおじさん。にゃーのどこがおじさんにゃ。なんというかさ、やってることがおじさんくさいんだよ。まあ応用なんて子猫にはできないっすからね。にゃーはにゃんこ軍団のことを考えて、最低面をかぶったにゃ。だったら言い訳なんかしないよね。それにただの猫ババっす。己は過剰か。喋り方もおじさんだね。僕いつの間にこんな姿に。残念ながらお宝はドロップしなかったっす。またの機会に回るにゃ。また夢を見た。猛獣、何なのかわからないけど、僕は、ガオなんだ。泣き虫で臆病者の獣。一匹じゃ何もできない。そんな猫なんだ。次回予告。
とうとうここまで来てしまった。準備が進まないまま強制的に転送されてしまった。くっ、やられたぜ。アイテムなしで奴を倒さななら、ピバリと、ガオ。天使を名乗る恐ろしいクオリメン。たまたま出前に来ていたラーメンのおじさんを巻き込んでしまう。素人は黙っとれ。ワイガ、ワイガ、ニャンコ軍団の未来を守ってみせる。背負い込みすぎだ、バカ。こいつさえ倒してしまえば。次回ニャンコ大戦争非公式外伝。ガオと愉快なニャンコたち。猫保管計画。要獣よ。お前を公獣になる前に、保管する。